先日、約8年ぶりに中国西部に位置する西安市に滞在してきました。短時間でしたけれども、生き生きとした中国事情を実感することができました。やはりですね、真実は現場にしかないと改めて思いました。自分なりの現場を模索することで、初めて実態の理解が深まるんだというふうに感じました。西安市の街中で目撃した EV 化の進行と迷走する景気。 空港で通関した出入国審査の厳格化を含め、限られた内容分量ではありますが、出張報告をさせていただきます。皆さんこんこにちは 楽天証券経済研究所客員研究の加藤吉和です本日もよろしくお願いします、えー、先週ですね皆さんお気づきになった方もいらっしゃると思うんですけども先日はですね実は1週間動画お休みしましたというのはですね中国と中央アジアにですね夏の出張ということではないですけれども現地視察に行ってきたと ということなんですけれども、まあ、その中でですね、中国、まあ、非常にこう短時間ではあったんですけれども、約8年ぶりに陝西省、えー、西の方にありますけれども、陝西省の西安というところに、約1日前後、まあ、短時間だったんですけれども、まあ、トランジットで中央アジアに行ってということだったので、西安の地をですね、久しぶりに訪れてきたと。 ということです、まあ、出張報告というわけじゃないですけれども、まあ、せっかくですね中国の現地、現場に赴いて、ですねそこでまあ自らのこう中国事情、中国理解というのをアップデートすべくですね見てきましたので、本日はですねあのその辺の私自身の観察だったり、現地における実感であったりということも踏まえながら、ですね今回、西安というですね地であの何を感じたのかということをですね皆さんに共有をしたいなというふうに思います。はいといいきますパート1としては 約8年ぶりに訪れた長安。 まあ日本人にとってはですね、まあ、歴史好きの方とかいると思うんで、まあ、西安よりも長安という名前の方がねよく分かるという方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、8年ぶりに訪れた長安と、でパート2に EV 化、まあ、電気自動車ですね、EV 化振興と迷走する景気と、パート3としては外国人にとっての支払いと厳格化する出入国事情ということで、まあ、これなんかは外国人がこう中国に渡航する、中国に滞在する上での,このまあ便宜性というかですね、まあ、その辺のことも 今、聞いてらっしゃる方々がですね中国に行くのか、まあ、トランジットでちょっと行くのかとか、そういうことは分からないですけれども、ご参考までにということで、こう私なりにこう現場でこう感じたことがありますので、最新の中国理解と、まあ、中国が今どうなっているのかっていう、この、ねまあ、大きすぎるテーマかもしれないですけれども、理解の一端にしていただければというふうに思います。はい 早速パート1からいきますすけれども、まあ、西安ですね中国西部にある陝西省のまあ西安市、ショートですね、まあ、中国にもいわゆるその県庁所在地みたいな場所があるわけですけれども、陝、ま、西、あ、省の中国語ではシェンホエ、まあ、ートという言い方をしますけれども、西安にあると、まあ、ここ約8年ぶりに訪れましたと、西安はですね、まあ、かつて長安とも言われて、まあ、漢の時代、唐、えー、の時代の都でもあったと、敦煌とかシルクロードといったですねこう歴史上の地域であったり、都市、まあ、非常にこう有名な名前ですけれども、まあそう そういったところにこう興味を持つ方、まあ、日本人もまあ多いのかなというふうに思います。まあ、実際、今、中国、まあ、西安といっても、ですね実際には長安大学とか長安飯店とか、まあ、長安という名前をですね残した建物だったり、そういう学校だったりというのは今でもあるので、長安という名前が消えたわけではないと、まあ、ただまあ現時点では一応、西安というまあ言い方をしているということですね。でまあ今回のですねその西安訪問というのは、まあ、先ほども申し上げたように、まあ、中央アジアに出張するためのまあトランジットという位置づけで だったということもあってですね。まあ、同地でのまあ滞在時間は約1日とま非常に短かったと。まあ、ただそれでもですね。まあ、最新の中国事情を理解するという意味では、まあ収穫意味はあったのかな？というふうに私はえ捉えてます。まあ、中国政府はですね。その日本国籍保有者に対するいわゆるその短期渡航ビザ免除措置というのを解禁していないとまあ。コロナ禍前はですね。日本人は2週間以内であればビザなしで中国にまあ行けたわけですよね。北京だろうが上海だろうが香港だろうが、どっから入っても香港の場合はまあ香港に入ってま。 から高速鉄道で深センに入るとかですね、ことも含めて、まあ、ビザなしでこう行けたわけですよねで、私なんかもその香港大学にこう勤務をしていたときなんかは、まあ、頻繁に高速鉄道に乗って深圳に行ってっていう、まあ、非常にこう便利に、まあ、ビザなしで行けたわけですけれども、まあ、その後、ですね、まあ、外交関係の悪化とか、まあ、いろんな事情があって、ですい、ね、まだにこう日本人は中国に行くにはまあビザが必要であると。 ということなんですねただ一方で、そのトランジットビザというのは免除されているということがあって、まあ、これもそすべての地域、いつでもどこでもというわけじゃないんですけれども、まあ、例えばその予約確定済みの国際線の航空券を持っていて、かつ中国を経由して第三国に渡航するという前提であれば、トランジットビザが免除される空港だったりが設けられているということなんですね。で西安はその一つででああって144時間以内であれば まあ西安市と西安市、まあ、隣の,です、ね、あの市があるんですけれども、というの中でだけ動けるという限定付きで、まあ、中国国内での滞在、まあ、すなわち入国が認められるということですね。で私自身はまあ今回、ですねこの措置を利用する形で中国に赴いたと、まあ、そういうことですね。まあ、中アジアっていうと、まあ、今回、ウズベキスタンのカザフスタンに行ってきたんですけれども、まあ、西安ってそもそも中国の西部なので、まあ、その地理的に見ても、あの東南アジアとかから行くよりも、日本から直接こう西安に行って、 まあ西安からさらに西に行くっていう方うがまあ効率的だったっていうこともありますし、当然、私自身、中国をやってる人間としては、中国でトランジットすることで、何らかの,その中国理解につながるっていう、そういったですね私なりの,この下心もあって、西安でトランジットしたと、そういった事情です。はい ここからまあパート2にいきますけれども、じゃあ西安で何を見たのかということをお話ししていきたいんですが、ちょっと若干政治的な話になりますけれども、まあ、昨今の,この中国情勢というスキームで、陝西省、西安市というこの地域を見てみると、 まずですねその今の習近平さん、まあ、最高指導者である習近平国家主席の故郷がそもそも陝西省にあるという背景もあって、ですねこの政治、経済、市民の生活、所得レベル、インフラとかも含めて、ですねこの陝西省の為政者、政府にとっては、ですね、まあ、ある意味こう失敗を許されないというこの政治的な事情が働いていると、まあ、こういった前提というのは念頭に置くべきなんじゃないかなというふうには思いますと、トップである習近平さんの故郷である陝西省が、まあ、ガバナンスに にものすごく失敗しているとかですねそういった状況っていうのはおそらくですねこの中国の政治的な文脈で言うとなかなか具合がよろしくないということなんだろうなというふうに思います実際ですね今回私が現地で聞いた非常に面白かったエピソードがあるんですけれどもこの西安市内でですねまあ、議論したある地元の企業経営者 のにしてまあ富豪のお金持ちの方だったんですけれども、彼がですね、自らも物件を所有していた別荘地があったと、でそこの別荘地というのが、高級官僚たちの腐敗の温床になっていたという中で、まあ、その過程において、習近平政権が大々的に取り組んできた、いわゆるその反腐敗闘争の観点から、この別荘地が取り壊されたというんですね。すべてててのそこに物件件をを持っていたた官僚たちは無条件で別荘を没収されて で人によっては取り調べを受けて失脚した人間もいたということなんですね。でちなみにこの経営者、まあ、私が話をした経営者というのは、まあ、公の地位にある、いわゆるその官僚ではないということなので、まあ、購入時の1000万元、まあ、日本円で約2億円ですね、この1000万円が現金で返ってきたと。 まあ取り壊されて、それで終わりですっていうわけにはいかないので、完了ではないということなんで、しっかりと正規のルートで別荘を買った人間ということなので、購入時の約2億円が現金で返ってきたと、ただ、実存という意味でいうと、改装費ですね、中の,その家具だったりとか、ベッドとか、それは当然、彼曰く30万元、約600万円はかかったということだったので、そこはさすがに戻ってこなかったという意味で、一応、損失はあったらしいんですけれども、政治に巻き込まれるというのはこういうことだっていうふうにため息をついてたというのがまあ非常に印象 でしたね、はいまあ、ですから、その先生賞っていうのは,やはり習近平さんの故郷なんだっていう、この点っていうのは非常に重要だっていう、一つの側面っていうのを象徴するエピソードなんじゃないかなというふうに私は捉えました。でですね、西安市内を移動する道中で、まあ、私が実感した、まあ、一番こう目にこう飛び込んできたというか、入ってきたのは、やはりですね自動車の EV 化が急速かつ広範囲で進んでいたっていうことですね。でも、まあ、目にした中で最も多かったのはやっぱり b y d ですね。最近日本にもね してきてますけども、byd で、まあ、次がチェリーという中国産のブランドでしたね。まあ、テスラだったり、こう、ドイツ車だったり、レクサスなんかも散見されましたけれども。やはり、その中国の国産車が圧倒的に多くて、まあ、中にはですね、私も全く知らない、見たこともないようなブランドの E. V. 車も走っていたと。いうことですね。で、まあ、あの、現地でですね、私が議論した、まあ、民間のメーカーの幹部というふうにあえていますけれども。この方からするとですね、やっぱり、今の中国の E. V. 業界、E. V. 車っていうのは、そのブランドの数という意味。で もう乱立しているとでこれからその多くが淘汰されていって最終的には実質5社ぐらいに落ち着くだろうとでこのまあ幹部が注目していると言っていたのが BYD と x i a o m i まあ最初、ね、シャオミ i ってあのスマートフォン、まあ、レイジュンという方が北京に作った会社ですけど、最初はスマートフォンなんかを作っていったと。ただ、これから EV というのが盛り上がってくる中で、まあ、EV 業界にも進出をしていると。で、この幹部が言っていたのは、EV とスマートフォンを融合させるようなイメージで、シャオミ i は市場戦略を練っていると、まあ、そんなことも言っていたと。で、まあ、この人によれば、e、EV の無人車、つまり運転手がいないっていうね、人間が運転するわけではない無人車が、そこら中で走っているような光景を 見る日も近いいいだろうということとこを言ってました、はい、であの、実際、やっぱり中国のこの EV 市場っていうのは非常に多くてですね、2023年のデータを見てみると、まあ、世界最大の自動車市場であるわけですね、まあ、2023年の中国乗用車販売台数というのを見てみると、3009万台ということで、世界全体で9000万強ぐらいですから、まあ、約3分の1は中国なわけですね。 で3 9 0 9万台の中で、新エネルギー車が占める割合というのが31.6%ということで、まあ、3割以上は電気自動車であると、そういうふうに考えても、ですね EV 化の新高の度というのは非常に速くて広いということだと思うんですね。で実際、これ、おそらくそのロシア・ウクライナ戦争なんかも関係している、まあ、その原油価格が上がってきたとか、そういった事情もあると思うんですけれども、やはりですね中国においては多くの消費者がガソリンよりも電力の方が安くて便利っていうわけですね。やっぱりそこら中にこらにの充電バッテリーの ステーションがありますからやっぱりですね電気電力の方が 非常にこう安いし、もちろん原油価格とかその時によって変わったりすると思うんですけれども、まあ、安くて便利っていうことを言う人が多いわけですね。で、このやっぱり状況が続く限り、やっぱりですねこの EV 化の進行というこの傾向というのは、まあ、今後ですね、ますます顕著になっていくんじゃないかということを、まあ、今回の出張で非常にこう考えましたと。一方で、景気はどうかっていうのも、まあ、私なりにこう見てきたわけですけれども、申し上げたように約1日の滞在なので、その程度の滞在でね、当然すべてが見えるわけじゃないんですけれども、まあ、道端から可能なか 限りこうウォッチした限りで言うと、景気はこの動画でも幾度となく使ってきた言葉ですけれども、引き続き迷走しているという感じを受けました。あの極光というですね。あ、中治安という。まあ、観光地繁華街周辺でですね。到着した日の21時過ぎにですね。夕食を取ったんですけれども、まあ、小雨が若干降っていてました。けれども、もまあ、道路は渋滞していて、このメインストリートなんか本当に動かないような感じだったんです。けれども、まあ、道端も含めて市民で溢れかえっていたと。 ただ一方で、レストランとかバーとかモールを覗き込んでみると、あんまお客さん入ってないんですね。私が夕食を取ったレストランなんかも、知人と一緒に取ったんですけれども、まあ、我々しかいなかったくらいなんですね。でまあ、当然、時間帯によるんでしょうしあの、ね、料理はすごく美味しかったんで、この店の料理がまずいから入ってないとか、そういう感じではなかったんですけれども、まあ、時間帯によるんでしょうし、まあ、地域差もあるということなんでしょうけれども、景気というのはなかなかよろしくないんじゃないかというのを現場では感じたと。でこれれも実際、まあ、コロナ禍明けに私が訪れて 上海北京浙江省なんかで感じた光景、感覚と非常にこう似通っていたというのがあったということですね。で、まあ、簡単にちょっとデータを見てみると、今年4月から6月期の GDP の実質成長率というのは、前年同期で4.7%増ということで、1月から3月の5.3%増から鈍化をしたと、で6月の個人消費というのを見ても、前年同月比で2%増ということで低迷をしているということですし、注目される不動産不況に関してもですね、 まあ私がこう現地で話を聞いた5人の市民全員が、住宅価格は下がっていると、そして彼ら、彼女らが市内に所持する物件も、この期間10、10%から30%程度下落しているというふうにえ口を揃えて言っていたということですので、景気という観点からするとま、まだまだ迷走しているのかなという感覚を現場では受けました。はい ここからパート3にいきますけれども、その外国人がですね、まあ、日本人も含めて、その中国に渡航、滞在する際に、まあ、往々にして不満の種になるのが支払いが不便っていう点だと思うんですね。まあ、つまり、物を買いたいんだけど、買いにくいっていうことですね。で、例えばですけれども、海外のクレジットカードが使用できない場合、場面が多いと。 でかつです、ね、その中国人の間では普遍的に使用されている、まあ、アリペイとかウィーチャットペイという、まあ、いわゆるそのオンライン決済サービスですね、これらは基本的に中国の銀行が発行する銀行のキャッシュカードと紐付ける必要があるということで、まあ、中国の銀行のカード持ってない外国人なんてたくさんいると思うんですね。でしかも、最後の砦であるいわゆるキャッシュ、現金に至っては、もはや中国では日常の売買や支払いでほとんど使われていないと。 ということで、まあ、打つ手なしと、クレジットカード使えませんと、オンライン決済サービス使えませんと、電気もダメですと、じゃあどうすればいいんだと、まあ、こういうケースが、ですねこういう場面に直面した方もいらっしゃると思うんですけれども、非常にですねあの不便だということがまあ言われてきた、多くの外国人が感じてきたし、 中国の中でもですね、まあ、問題視されてきた、まあ、一つの事情なんじゃないかなというふうに思いますと、まあ、そんな中で7月に行われた、まあ、この動画でも扱いましたけれども、山中全会の閉幕後に発表された公式文書では、外国人の中国における支払いを便宜化すると、まあ、こういう点も盛り込まれたということなんですね。で実際、今年に入ってから、中国の政府、国務院が、この決済サービスの最適化と支払いの利便性向上に関する意見という、このガイドラインを出してるんですね。でその中で例えば 海外クレジットカードの利用環境を改善するとかですね、現金の使用環境の最適化を推進するとか、モバイル決済の利便性を図るとかですね、あるいはその銀行の口座関連サービスを向上させるとか、まあまあこういったことがうわれたわけですね。で、その中でまあ今回私、滞在した中で市内のレストランとかまあ空港の例えばその書店とかまあ空港でちょっと食事とかもしたんですけれども、私は今回すべての場面で現金を使いました。ただ嫌な顔をされることは一度もなかったです。いや一時期はなんか 現金とか言うとあもうダメだあ,あなた帰ってくれみたいなこともあったんですよ北京とかでもただ今回に関してはまあ空港まあ、空港なんかはねある意味国の顔なのでまあ、空港でそういうことをするのはそもそもないっていうことなのかもしれないんですけれどもまあ、嫌な顔されることもなく釣りもきちんと帰ってきたとでしかもですねその空港内の店舗では現金の使用を指示しますというですねまあ、統一した標識が 貼貼ららられれれてていたととこおそくるるに思うんですね、まあ、ですから、最近のですね外国人にとって支払いが非常に不便だっていう、このですね不満だったり状況というのを受けて出している措置なんだろうなっていうことを私も今回感じたっていうことですね。はい、で最後に、ですねその出入国、まあ、入国と出国についてなんですけれども、パスポートコントロールの場所ですねで実感したことを申し上げると、この外国人、中国人を含めて、ですねこの出入国に際してさまざまなことを聞かれる。 っっててていいいううこの状況が状態化しているっていうことですね例えば私が出国する際に、まあ、中国のね当然出国者もいたと、で、まあ、西安の空港ではあの普段はどうなのかわからないですけども、今回私は出入国の際には、この中国人と外国人の窓口とての分かれてなかったんですね、中国人だろう,外国人だろうがまあ普通に並ぶということだったんですけれども、私の隣の窓口にいたその中国の出国者の多くは、あなたは旅行に行くんですかと、このパスポートコントロールをする方からですね、あ,のあなたは旅行に行くのかと。 帰りの航空券持っているかと、企業による行為なのか、個人旅行なのか、普段どんな仕事をしているのか、企業名を言いなさい、身分証を見せなさいとか、ですね、まあ、いろんなこうやり取りが行われたっていうのを私は目にしました。非常にこう緊張感のある場面だったと思いますね。やはりその国家安全というものを重視する習近平政権下ならではの状況なんだろうなっていうことを私は実感をしました。で外国人に関しても同様で 隣の窓口で入国をしようとしていた、おそらくカザフスタンかどっかのビジネスマンだと思うんですけれども、彼はですね結構、その中国を上手に話してたんですけれども、空港の方から、あなたは普段どんなビジネスをしてるんだとか、ですね今回どこの都市に行くのか、中国の携帯電話を持ってるのか、中国語はどこで勉強したのか、なぜホテルに泊まらないのか、帰りの航空券を買っていないというのを受けて、なんで買ってないんだとか。 どこから出国する予定かとか、ですね、まあ、あらゆる質問を数十分にわたって受けていたという光景がありました。でもちろんそれ自体がいい、悪いっていうことじゃないんだというふうに思いますけれども、現状としてあると、おそらく出入国における管理であったりとか審査というものが従来以上に厳格化されている、これは中国人、外国人を問わずっていう、この状況というのは、昨今の中国事情の象徴する一つの側面として、念頭に置いておく必要があるんじゃないかなというふうに思いましたと。で本当にに最後になりますけれども まあ私が理解、把握する限り、そり、中国政府、まあ、税関含めてですけれども、の日本人渡航者への信頼評価っていうのは基本的に高い。 で、まあ、あらゆる質問をさみだれ式に受けるっていう、この光景が常態化する可能性っていうのは低いと思ってます。まあ、基本的にま日本人がこの中国に来る際には、まあ、ほとんどの人間はきちんとした動機、目的があって、泊まるところもしっかり事前に決めていて、帰りの航空券も買っていて、来る過程で何も決めてないみたいな状況っていうのはほとんどないと。 いうことで基本的には日本人との評価されていると思います、それは日本企業も含めてですね、ただそれでも特にその入国時においては、その目的とか動機を警戒されたりとか、あるいはそのあらゆる質問を投げかけられる、でそれも中国語で投げかけられる、まあ、難しければ英語でっていうことになると思うんですけれども、まあ、中には日本語ができるスタッフもいるかもしれないですけれども、ただそういう可能性が従来以上に高まっている。 っていうことはしっかり知っておく必要があるんじゃないかなというふうには思うとですからこれからですねその中国へ出張する駐在する旅行に行く観光に行くっていうのをですね予定されている方はですね決してその危機感を煽るわけじゃないですけれどもまあ心の準備をして事前にですねこの理論武装をしておくっていうこの必要が あるんじゃなないいいかなという,ふうには思います、まあ、そういうことも含めてですね昨今の中国取り巻く実態というかですね状況だというふうに思いますのでこれはいい悪い良し悪しではなくてですねそういう現状なんだということでこう向き合う必要があるんじゃないかなというふうには思いますはい若干こう散漫なプレゼンテーションになってしまいましたけれども、まあ、今回8年ぶりに西安に赴いてですねそこで見た E.V. 化の進行だったりとか、景気の迷走だったりとか、えー、厳格化する出入国だったりとか、まあ、こういったことをですね、私なりに実感をしましたので、ぜひですね、この場で報告をしたいと思い、本日テーマとして使いました。はい。またこういったですね、あの出張だったりっていうことがあればですね、この動画でも適宜ですね、シェアをしていきたいなというふうに思います。はい。楽天証券の投資情報メディア投資がお送りしております。仮に先ほどの私の話ちょっとは面白かったなと、中国のことを考え直す一つの機会。 になったなと思われた方はですねぜひチャンネル登録そしていいねを押していただけると大変幸いでございますまともにかかりますご清聴ありがとうございました